私がボスより仰せつかった使命はあなたを守ること。逃げたらあなたまで失います。私が自分の宿命から逃げなければきっと誰も知らずに済んだのに。お嬢様、何を。ブリオスキファミリーの呪いは私が全て断ち切ります。まったく、ブリオスキの子供たちは揃いも揃って銃というものを軽々しく振り回す。なんだと。ドンブリオスキの着女エレナ・ブリオスキを軽く見た罪は重いですよ。転生しなさい、ドン・サルバトーリ。いいえ、バルトロ・サルバトーリ。みんな大変だよ。どうしたの。ナナちゃんとカオルコちゃんと天童さんの衣装がこうなっちゃって。え、エレナのワンピース大きすぎないか。このスーツもサイズが合いません。袖も随分と余っていますし、これでアクションは厳しいですね。これってサイズを間違えたの。うん、採寸したメモがあべこべになってたみたいで、エレナがナナちゃんで、サルバトーリがカオルコちゃん、メリッサが天童さんのサイズになっちゃったみたい。それ以外の衣装は寸法も合ってるみたいだけれど、困ったことになったわね。衣装屋で借りてきたらええんちゃいますの。その場合、衣装に統一感がなくなってしまう恐れがあるかと。そういうのって結構目につくのよね。どうしよう。じゃあじゃあ役を入れ替えるのはどう。つまりエレナをナナ、ドン・サルバトーリをカオルコ、天童マヤがメリッサを演じるということ。そうそう、面白い配役だとは思うけど、いきなり変更するのは難しいんじゃないかな。いえ、案外明暗かもしれないわ。ジュンナちゃん、ナナはメリッサよりも向いている役があるって言ったでしょ。あの時は言わなかったけど、私はエレナだと思っていたの。バナナがエレナ、バナナがエレナ、ちょっと大人っぽすぎるかも。そうね、 B 組の子たちがナナをメリッサに推薦したのも大人びていて背が高いからという理由が多かったわ。でもナナってもともと無邪気なところがあるから、エレナは梅雨崎さんの密売人役みたいにハマり役だと思うの。あ、それ言ったらカオルコもマフィアの方が合ってるかもな。はあ、いきなり何言い出すん。うちは主役級の役全てがハマり役なんや。天童マヤはどう。敵のマフィアよりメイドの方が合ってる。試しに演じてみればわかることです。私がボスより仰せつかった使命はあなたを守ること。それを果たさせてください、お嬢様。逃げたらあなたまで失います。私が自分の宿命から逃げなければきっと誰も死なずに済んだのに。お嬢様、何を。ブリオスキファミリーの呪いは私が全て断ち切ります。まったく、ブリオスキの子供たちは揃えも揃って銃というものを軽々しく振り回す。なんだと。ドン・ブリオスキの着女エレナ・ブリオスキを軽く見た罪は重いですよ。訂正しなさい、ドン・サルバトーリ。いいえ、バルトロ・サルバトーリ。うん、ぴったり。これ案外いける気がするな。カオルコちゃんのエレナも良かったけど、ジュンジュンの言う通りバナナのもグッドグッドだね。ジュンナちゃん、どうしてわかったの。今わかったけど、ずっとモヤモヤしてたのよ。モヤモヤ。天童さんも言ってたけど、今回の舞台は私たちが男性になるにはうってつけよね。でもそれなら
身長が高くても子供役になれるということでしょ。なのにナナの配役ってどこか偏っているのよね。それって変な話じゃない？要は演技力の問題なのに。その通りです。私たち舞台少女は自分の個性を生かし、演技一つで男性にも子供にもなれなくてはいけません。個性を生かすって意味では、使命感の塊みたいなメリッサは天道マヤに向いてるんじゃない？私もカオル子にはマフィアが合ってると思ってたよ。こん中で一番邪悪だからな。邪悪じゃなくて無邪気やろ。バナナハンとは違った意味の無邪気なんや、きっと。ま、天道ハンが演じとるサルバトーリハンには共感できるところがないわけやないけど。私もカオルコちゃんが演じるエレナの気持ちよくわかるよ。カオルコちゃんの表現力が高いからだと思うけど、セリフの一つ一つに共感できる幼さがあって。そんなエレナを輝かせようって意識してメリッサを演じるとうまくいくことが多いの。エレナのことがよくわかるからこそメリッサの助演が光るのね。要するに3人とも新しい配役の方が合ってたってことでしょ。衣装を着て通しでやってみたら。どうしても私のメイド姿が見たいようですね。だってあんたのそういう役知らないんだもの。それに見てみたいじゃない？天道マヤが個性を生かしてどうメリッサを演じるのか。ではその期待に全力で応えてみせましょうと言いたいところですが、花柳さんの意見も伺わなければ。そりゃなかなか納得できる話じゃないよな。せっかく掴んだ主役の座なんだ。でもカオル子、お前なら絶対にまた。あ、もうごちゃごちゃ静かにしなはれ。今役に入ってるんやから邪魔せんといて。ってことはカオル子ちゃん、こういう展開はむしろ望むところや。ギオンマフィアの本気見せたります。そういやカオル子が小さい頃、ギオンのちびっこマフィアっていう二つ名があったよな。ご無沙汰やな組長。エレナ城におかれましては健やかなる未来をお祈りいたしますわ。って、フタバハンが変なこと言うからおかしなってもうたやないの。口調だけじゃなくて設定までイタリアのマフィアじゃなくなってたわよ。言われんでも分かってます。あ、でも今のセリフなんや喋りやすかったわ。せや、サルバトーリハンのセリフ全部京都弁にしたろ。カキカキっと。これで準備万端や。天道藩よりドスの効いたうちの演技、京都弁のボスで観客全員を魅了したります。てなわけで99期生の新マフィアチーム始動や。